こんにちは、速稼塾の久保です。アフィリエイト活動を一生懸命頑張ってらっしゃる方いると思うんですけども、まあ私はねアフィリエイトもちょっとやらないかなと、やらないっていうのはゼロではなくてそんなに一生懸命やらないかなっていうところなんですけども、ただねアフィリエイトで、毎日のように、記事更新したりとかね、いろんなスキルテクニックを学んでいくと、いややっぱりね裏技とか抜け技っていうのがあるもんですよね。まあ、私はやらないんですけども、せっかく自分の作ったアフィリエイトがどっかでね盗用されて転用されてその人の稼ぎになってるとしたらちょっと悔しくないですかね。まあそういう悔しいなと思いの方にこんなねアフィリエイトがあるんだよってことを、まあ防止策としてですね、ちょっと情報としてお伝えしていこうかと思います。それがですね、パクリアフィリエイトってやつなんですよ。誰かが人気のブログとかを書きますよね。その人気のブログがそっくりそのままコピーされてこっちのアカウントに生成されるんですよ、自動的にです。でこの記事ってのはツイッターで拡散されますんで、こっちの方にもねアフィリエイト収入って上がってくるんですよ。誰かが一生懸命記事を書いたらこっちの方におこぼれの収入が5万10万と上がってくるみたいなね、そんな形、そんなイメージだと思いますけども、当然ですけど本家本元のアクセスにはかなわないですけども、それでもね何もせずに収入が得れる、その放置で自動販売機みたいな、そんな売り上げが作れるのがこのコピーアフィリエイト、パクリアフィリエイトなんですよ。手順としてはこんな感じです。例えばね、無料のレンタルサーバーを確保しますよね。でそこにですね、ワードプレスっていうブログ作成ツールがあるんですよ。それをインストールしますと。で、ブログの丸パクリのプラグインっていうのがあるんですよ。でフリーワードプレスってやつなんですけども、これをねインストールしてパクってしまいたい人気のブログの URL をこっちにコピーするんですよね。で、BRSS っていうのがあるんですけども、こちらの方にペーストし RSS を抜き取っていくってことになります。まあ、それでですね、ワードプレスのフリーワードプレスを設定項目順にこうペーストしていく、要するに貼り付けていくんですよね。で、IFTTT で、フィードアイテムを設定して、で Twitter の自動更新設定もしておきますよね。まあ、そうするとですね、Twitter にも自動更新されるんですよ。で最後にパクったブログのカテゴリーに合うようなそんな広告をペタッと貼ると、これだけの手順です。私が今ね1分くらいで説明したこの方法が理解できてちゃんとできれば丸パクリブログっていうのできるんですよ。まあ私の説明が分かる時点で多分そういうことを思いついてる人だと思いますので、今更言うまでもないと思いますけども、こういうふうな形でね、せっかくの人気ブログとか人気サイトもコピーされてそっちの方に売り上げがね、まあ分散されてしまうってことはないんですけども、なんか悔しいじゃないですか。自分がせっかく書いたものがどっかに使われてそこでアクセス稼がれてるみたいなね。私もなんかね、人気のね動画がまとめサイトがあるそうなんですよ。何人かの方にご連絡いただいたんですけども、久保さんの動画が、まあ、パクられてますよみたいな感じでね、動画の URL が書き換えられてアクセスを集まる形にしたものがなんかね動画のまとめサイトにあるそうなんですよ。で確かにそういう風に稼ぐこともこのデジタル時代ならあるんだろうなと思いますよね。まあなんせアフィリエイトの売り上げってのは今ね広告収入が3500億円ぐらいあるそうなんですよね。でこれが5000億円とか1兆円とかに伸びていきますんで、当然その中にね、まあどのぐらいの割合か分かんないんですけども、将来的には7割8割ぐらいがコピーサイトになると思うんですよ。ちょっと前にまとめサイトってのがねありましたけど、まとめサイトもねすごく売り上げを作っていたのがありますけども、まとめサイトなんてこれ完全なるコピーペーストサイトですからね。作成者は最初に設定しとくだけで放置で毎月200万300万っての入ってくるってことです。で元記事を一生懸命書いてる人っていうのは、まあ自分の収入が減らされることはないんですけども、なんとなく悔しいじゃないですか、自分の活動が誰かに盗まれていると思ったらね、まあ誰かの売り上げに貢献してるっていうふうに考える方はあんまり気にしないんだと思いますけどね。まあ私もですね、そういうふうな自分のサイトとか動画がパクられてるっていうのは知ってるんですけども、ただそれをね追求したいとかそれを潰すのに使うエネルギーが欲しいのでやってないんですよね。まあ何と言いますかね、新しい時代の何て言うんですか、バッタモンみたいな感じですかね、言ってみればブランド物の似たようなやつを売っている、駅前とかで売っているみたいなねそんなイメージだと思いますけどね。今回はそういうふうな形で、丸パクリで楽々稼ぐ方法というタイトルついてますけども、そういうことをしている人がいますよっていうのね、予備知識豆知識としてこれからアフィリエイトで収入を上げていこうとする方に、まあ、そういうふうにされないようにね、気をつけてくださいっていうのも変ですけども、そんなこともあるんだよっていうふうな、そんな豆知識でございました。それでは失礼します。